こんにちは。今日はステップのバリエーションをやってみようかなと思います。簡単な足なので、2ストンプ、1ストンプのバリエーションをいくつかやってみたいと思います。今日はね、インストラクター向けかなって感じなので、まあ時間あったらよかったら見てみてください。はい、じゃあ行きます。まず基本の足が2ストンプ、1ストンプ。1、2、3、4、5、6、7、8っていう8カウントからの変形をやっていきます。はい、じゃあまずいくね。間全部タップアップ挟んでいきますね。6、7、8で、これまあ大体普通ビハインドとかやるかな。1、2、3、4、5、6、7、8で、ビハインドを台と床にする。台、床、ちょっとだけでこれでも強度が上がりますよね。で、これ今度はこのまま台またいじゃって抜けてくる。6、7、8、これもビハインドからの変形。今度ビハインド3つ目の足を鏡側に落として、鏡が前側に落として、で、足戻る位置はもう一回いくね。3つ目の足を1、2、3、こっち内側から戻っても大丈夫です。私は結構外側から戻っちゃうんだけど、基本の動きも一回やります。じゃあ今度これね、スパイダー、ダブルストンプ、だいたいスパイダーからストンプ、これもよくねありますね。で、今度スパイダーしたら前からまたいじゃって踏みます。これ反対もできるよね。今度後ろからまたぐと鏡側に行く向きが変わりますね。ちょっと難しいけど3個目、1、2、3、4、5、6、7、8もできる。これはちょっと難しめです。はい、ダブルストンプ戻るね。今度はストンプ踏む位置を1開いてみる。4、5、6、7、8で、足を踏む位置を変えることによってこのまま台を越えやすくなるので、これもいいかもね。あとは外側から踏むとか、内側、外側、内側、内側でもいいと思います。で、今度外側に踏むと内側から越えることができますね。はい、タップアップ。今度1個目に越えちゃってもいいと思います。これ外から越えちゃって踏んで戻ってくる。78、内側から越えて外から、あ、これやったっけ、やってたらごめん。はい、ダブルストンプ、ワンストンプ、こんな感じかな。6、7、8。一応今の全部そのマーチから、歩いてる動きからのダブルストンプ、リズムチェンジとかも一切入ってないので、同じことでもし強度を上げたいとか難度を上げたいとかなってきたら、そこをチャチャチャリズムを詰めてあげると、難しくなりますよね。例えば、この動きを詰めると、タッタッタ踏む、タッタッタ踏む、チャチャチャ踏むとか、チャチャチャ踏むとか、まあそれはまたいずれやります。とりあえず今日はちょっと簡単め、初級とかの簡単余っちゃったなみたいな時に使ってもらったらいいかなって思うので、よかったら使ってみてください。はい、ありがとうございました。